私や他校の生徒会長に単価を切ってくれたわけだから、もう少し着替えのようなものを見せてもらいたかったが、そこまで気持ちが折れているのなら仕方ない。単価切ったのも、ア日ミとかカノがいるからってのが大きいからね。その二人がいないってなったら、もう意味ないんだよね。いじけてるわけでも、不適されてるわけでもなく、それが現実なんだから仕方ないだろう。俺に言わせれば、自ら敗北を認めた、己が潔いと思えるほどだ。ただ一つ、日和の出席日数が心配だ。それだけ何とかする方法を考えねば、次期生徒会の庶務に俺が立候補すれば、よりも俺が落選し 終わるか <laughs> 結局ね <laughs>。そりゃそうだよな。生徒会長ダメでした。庶務ならできます。じゃあ通んねえもんな。いっそ、塩先輩が生徒会長をやってくれないかな。日和が加わるのならやってくれそうな気が。あーでも、俺がいなければ日和が生徒会に入らないか <laughs>。マジ8本下がり <laughs>。もはや16歩下がりかもしんない。解散か。そうなると、次の生徒会長を決めなければならないな。塩なんかヘッドハンティングとかできない塩が思う有能な人材というものを見つけてくんないかな。君は選挙 を想定しているようだが2回続けて不足の事態で解散した生徒会を引き受ける生徒などまずいない断言してもいい立候補も推薦もきっとないいや絶対ないだろう。<laughs> 2回目のあのくじ引きの生徒会長決めですら誰も立候補してないんだから3回目なんてまずないだろう。となると新しい生徒会長はまたくじ引きで決める形になるだろう君なら2回目の当たりくじを引いてくれそうで楽しみだなんで引かされるの <laughs> 1回くじ引き当たってるから 除外でいいじゃん。候補に入れんなよ。主人公を当たっちゃうだろ。<laughs> じゃんけんで連敗してるのに、そこだけ運強いから怖いと息を吹きかけた。なんて恐ろしいことを言うんだ。背筋が凍ったじゃないか。<laughs> <laughs> まあ主人公の中でも当たるかもなっていう気持ちがあるんだね <laughs>。え、いや、さすがに2回目は。君なららいてくれそうだから楽しみなんだ一度目だだ一っってて自分が当たたりくくじを引くとは想像してなかっただろうなんでお前嫌な想像ばっかさせてくる <laughs> こういうこと言うと、あからさまにフラグの神様が動き出すだろうが、さりげなく言い踏むな、俺。可能性は低い。おそらく天文学的数字だろう。だというのに、潮先輩の言葉通りになりそうなのは夏だろう。当たってしまう予感がする。まずありえないはずなのに、もうそうなる未来しか想像できなくなった。 なんて呪いをかけてくれたんだ <laughs> ちょっと人心昭和苦術に長けてるね塩はその瞬間を想像するだけで面白いまず二度とは見られない光景だろうその日だけは朝から登校しようお前どんだけ楽しみしてんだよ <laughs> 人の不幸は絶対に自分の目で確かめたい派だもんなくじを引いた瞬間学園を挙げての大爆笑が響き渡るだろう君良かったじゃないか人気者になれるぞそうだねさすがに2回目も当たるってなるともう笑い者だよな <laughs> 前回ですら、鍵口を叩かれ、くすくすと笑われた。それが二度目となれば、バカ受け間違いなしだろう。おもちゃにされるなんてレベルじゃない。今度こそ、会長職は断るだろうけど、それで済む問題でもない。卒業するまでいい笑い物にされる。自分のせいじゃないのに、生き恥をさらして生き地獄だ <laughs>。<laughs> これはあれかなもう生徒会長を辞めたイコール、結局笑い者になってしまうから、生徒会長を辞めるという選択肢も失ったということかななんて恐ろしいことを言うんですかダメだもん。自分が当たる予感しかしない。怖くて会長職を辞められない。私はその瞬間にぜひ居合わせたいな。事実は小説より気なりというが、今後一生お目にかかるか,か、書かれないかの壮大なコントになるだろう。人の人生の一大イベントをコント扱いしないで。<laughs> 面白いだろうけどね。他人からしたら。私は空想よりも面白い現実を見たいんだ。 その機会を逃してなるものか、ぜひやめてくれ。そして伝説の意気商人にさせてくれ。やめてくれって言われるの初めて。<laughs> いやー、ちょっと前の主人公だったらね。ぜひやめてくれ。オッケーでやめたんだけど、もう塩から不穏な単語を出されまくったはずだから。<laughs> やめられないんだよないや、いやいや、やっぱりやめない、です。やめられなくなりました。ではやはり、一人で運営するしかないな。ひよりんは仕事で忙しそうだ。そうは頼れないだろ返す言葉をなくしてしまった。全部放り投げれば、それで済むと考えていたけれど、まさか放り投げることすらできないなんて、くじ引きの日を休めば、欠席裁判が行われて、満場一で再任させられるそうだ。それはそれで、また笑い物にされる。学園を辞めるほどの覚悟はない。体から気力が抜け、机にぐったりと上半身を伏してしまった。明るい未来が見えない。<laughs> やだな <laughs>。 高校2年生にしてお先真っ暗な状況嫌すぎるな。もうそれこそ不登校になるだろう。一人は無理です。潮先輩、助けてくれませんか生徒会に入れば、ヒヨリとお話できますよ。あーそのオプション付けは、潮にとってあんま響かないじゃない長ん取ってつけたい言い訳みたいな感じで聞こえるから。生徒会にに入らなくくてもも私私は日和とおお話できる私が君の下につくの下断りだそういう性格だよな。<laughs> 対等でも嫌そうなのに <laughs>、下なんて持ってのオだよな。私に 時和ささんんと錦さんに頭を下げてはどうおっ潮からちょっといいパスもらったんじゃない、まあ、やっぱ結局昨日の滅で今後活動していくのが最先作だと思うからね笑い物にもされないしみんなと仲良くできるしでやっぱあの2人しかいないんだよ生徒会役員は今さら見ず知らずの他人を勧誘するのは無理ですできませんってことはもう分かってるじゃん主人公チャンネル登録 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ